ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。ハレリアメディアの一徹です。ハレリアの杉です。ハレリアの大臣です。ということで、今回も EDH オタクカードを語っちゃおう。はい、でこのコーナーはですね、まあ、逃走者における太陽の指輪みたいな有名なカードを紹介していくのではなく、まあ、誰が使ってるのか分からない、まあ、ごく一部の場所でしか使われてないそんなカードを紹介して気持ちよくなっちゃうというコーナーでございます。はい、では早速やっていきましょう。今回僕紹介するカードなんですけど、はい、あの前回ちょっとやさぐれ時期があったんですよ。ちょっとね、別の角度からやさぐれた時期もあって構成した話聞きたいな。うん、まああのさ、はい、巡礼者アシュリングっていう闘争者わかります？あ、はいはいはい、山99枚とアシュリングでデッキが組めるぞ、うん、うおーみたいな。はいはいはい、ありますね。まあでも山99枚するとやっぱ暇なんですよね。そうアシュリングってまあ起動するしかないから、うん、そうだよね。まあ、ちょっと1枚スパイス入れるのに、まあ、このカードいいんじゃないかなって、うん、多くの移住者です。多くの移住者、じゃあ2万のカードで XX 赤払ってタップスしてこいつを検出下げることによって対象の土地を X 破壊できます。うわなんか暇だから土地割るわってこと。まあ、アシュリング、基本的に絶対土地伸びるんで、はい、なんかすごいマナ伸びるんですよ。うん、まあそうですね。で、たまーにこのカード引いた時に、お、使ってみるかってことで、使ってみるか。まあ、人のね、土地を割って、うん、で、アシュリングを爆発して、うん、ハッピーみたいな。ハッピー。後ろで爆発してるし。爆発してる。っていうことで、うん、いいんじゃないでしょうか、アシュリングデッキ。あ、ちょっと、そうそう、今アシュリング使って人いないな。マジで見たことないです。まあ、あんまりないですけどね。うん、まあ、俺かなり好きなデッキで。うん、まあ、普通にその、変なオタクカードいっぱい使えるんですね、アシュリングって。うん、コモの編み込みっていう、毎ターンアップキープにマナがめちゃくちゃ出て、それをね、アシュリングどんどんカウンター乗っけてったりとか、まあ、あとは、マイトオブガントレットみたいな、再録禁止の、まあ、赤タンでしか使わないよね、とか使いたい。そうだね。あれとか貼った時に、うん、このカード爆発し、やばいです。赤ってね、なんかマナ、なんか突然とんでもない量出たりするから、それをこれに使って、もう一つね、土地を破壊しまくる。もう本当に気持ちがいいです。どうやって勝つの？いや、勝つとかじゃなくて。勝つとかではない。ただ人の土地が割れる。そうだね。一応ね、このカードね、僕もね、ちょこちょこ使ってるんですけどね、かなり効率がいいんですよね。あ、そうそうそう。効率いいんですよ、本当にこのカード。1枚のカードでマナを払う量は多いんだけど、うん、複数枚のプレイヤーの土地を割れるから、うん、しかも選んで割れる。そう、選んで割れるから、ね、自分何やね、こういう赤の土地破壊って複数枚割れるやつは自分も割らなきゃいけない。うん、まあ両弦の日とかね、そういうカードとか、あとはその相手が選んでその全部全員が削るとか、そういうのだから、その2位の土地を割りにくいんですよ、やっぱり。まあ、これでね、デッサンのミッシャーズワークショップ割ります。あ、タイシンのガイアズクレードル割ります。あ、スイちゃんのヘッジ割りますみたいな。俺だけイメージ湧かなすぎてとかね、そういったなんか重要な土地をね、これで1枚でコンと、うん、って感じで、まあ、マナガシの方出るとき、うん、赤だと結構あると思うんで、うん、そのときにこれを使えばそのマナをね、有効活用できる。じゃあこいつ作るの？作ります。あ、はい、もうこいつはね、あの2マナ11という謎のスペックによってね、あの他の色と組み合わせることによって結構な頻度で出てこれるんだ。アリーシャとかね。アリーシャあの太陽のタイタンとか入ってるデッキに普通にシューって捨てる。うわ、嫌すぎる。それアリーシャ攻撃するだけでこれ出てきて最悪スーって出てくる、うん、だから結構、まあ、アシュリングって言ったんですけど、意外といろんな使い道があってかなり面白いんで、もう絶対に流行らないでほしい。これ多分再録もそんなされてないと思うんで、うん、ぜひ二度としないでほしい。たまには入れてみるか、久しぶりに。デッキのスパイスとしてぜひ人の土地を割りたくなったら使ってみてください。はい、続いて一徹さんお願いします。まあ、今までコジェレックデッキ向けにいろんなマナーアーティファクトを紹介してきましたが、まあ、スランの発電機4マナから3マナとか、太陽の指は1マナから2マナとか、これはこれは2マナから45マナ出るマナーアーティファクトです。45マナ、それがこちら。結構具体的だな。具体的な数字。アゾールの門口。アゾールの窓口。ちょっと違いますが、まあ、これはですね、2マナの伝説のアーティファクトで、1マナタップで1枚ドローしてから1枚追放するというルーティングをします。うん、その後、このアゾールの門口によって5種類のマナ総量のカードが追放されてたら、うん、これが5点ライフを得て変身します。はい、変身した先は太陽の聖域という伝説の土地。この伝説の土地。なんとタップすると自分のライフの点数と同じだけのマナが出る。だから45点か。そう、だから40プラス5点で45マナ出ちまうんだ、このカード。2マナでウキウキ。お、いやこれね、本当にまあまあ出ます。まあ、ちゃんとまあまあ出ます。結構選んでやればいける感じで。そうそう、これなんか一般的なデッキにポンと入れただけだと結構その捨てるカードのマナ総量がかぶっちゃってなかなか裏返らないんですけど、うん、コジェックあのわけのわからないマナ総量のカードいっぱい入って絶対コジェックじゃん。いやでさ、いや別に、はい、何もその紹介とかなかったけども、はい、ナチュラルにコジェックの名前出てきたら、そうそうそう、いやもうコジェックカード紹介を。伊達さんは今まで本当に9割コジェックカード。
まあでも全然いいと思う、はい、うん、まあ普通に2マナで出てくるカードで、うん、まあ、1マナかかるとはいえ何度でもルーティングが一応できるカードでもある、うん、まあ引きムラ結構あるもんね。そうそうそう、うん、まあ、アンタップできたらもう1回できるし、うんうん、単純にマナ伸びたと出てきても手札入れ替えていけるカードとして悪くないですし、うん、カジュアルな普通の EDH のコジェレックで言うと通電式キーとかを使ってガチャガチャすると、うん、結構2ターンぐらいで裏返っちゃったりもするし、パイオニア EDH だとアーティファクト破壊のカードってあんまりみんな取らないので、うん、結構しれっと5回起動して、あ、じゃあ裏返っちゃったんで、まあ、30マナぐらい出ますねみたいなことが可能なんですよね、うん、このカードどんなピンチでも大体10マナぐらい出ますか、うん、あ、そうですね、うんうんうん、だってライフ5だったとしても5点ゲインして10マナ出るんだ。基本得する、うん、基本得、逃走者戦ってやっぱねライフ多いっていうところもあって、うん、そうそれがすごい活用できるから、ね、これねみんな結構舐めてかかって、そんな何ターン先の話してんのみたいな雰囲気になるんですが、まあ突然カリが出てきてシュワッとなったりするんで、実際も5ターン後、いや違うよ2ターン後だよみたいな、そう、そう全然あり得る、ね、実際一手さんにこれでやれたこともあったじゃん、うんうんうん、やられかけたことがある俺たちは、そう変身スタックで割られると非常に悲しい、悲しくなる4つ追放されてる状態で起動してルーティングしていいっすかってタイミングでここにディッチャ飛んでくることまあまあある、うん、まあ、手札入れ替えてるからいいだろ、まあねまあまあ、でもね、たまにマナコストを揃うためにちょっと欲しいカード追放する、そうそうそうこれね、それが面白いんですよ、このカードね面白くね、手のかかって、これ可愛い子ないよみたいな、金粉の睡蓮捨てるみたいなこれ5マナから3マナ出るんだけど、強いんだけど、でもこれ捨てたら45マナ出るかもっていう誘惑と戦うカードなんですよ、でスタックでもらってたら、あー、今日も吹いて結構楽しいカードなんで、まあ、ぜひぜひ使ってみてほしいですね、結構神話だしね、地味高しじゃないこれカード、地味高ですね、地味高だしこれ両面カードなんで、うん、再録もちょっと難しいと思う、という感じなので結構使ってみたいという方結構今のうちかもしれません、そうだね、うん、そうだね、そうだねまあそうだね、はい、うん、というわけでアゾールの方ちぜひお試しください、はい、うん、じゃあ続いてスギちゃん、僕ですか、僕はハンデスカードですよ今日、うん、熱いですよこの悪意ある噂は、おお、これはただ効率がいいだけのハンデスです、うん、カルデシュブロックの魔性の強者で見たことがある、あのチャンネル、あ、そうね、近い感じの構図だね、いやなんか年収低そうな顔してる、もしかして私の年収低すぎっていう顔、そう顔してる、かわいそう、はい、まずですねこいつはですねまず1点与えます各プレイヤーに、おっ、うん、でその後各プレイヤーはハンド1枚捨てます、へえ、うん、でその後あの自分が1枚切削して1点ゲインします、他はね、他は特に何もないです、シュワーとかですから、シュワーとかこれ絶対切削、各対戦相手が1枚捨てるカードがなんと1枚なんですよ、おー、いい、確かに大体そうだね、デュレスとか1人だけ、そう1人だけ選ぶんで、うん、まあ、ただその任意のカードを捨てさせられないんですけど、うん、まあ、1枚で3交換できたらまあそれはもうアンリコみたいなもんなんで大体同じでしょう逆アンリコ、そう、大体同じでしょう、3点もついてる、もうアンリコと稲妻一緒についてるカードですよ、多分多分強いんじゃないですか、ただで一番、ただ一番、すごい、アンリコと稲妻、アンリコと稲妻にあれですよ、しかも1点ゲームもついてる、1枚落としもついてる、すごい思考吐きみたいなもん、ガースみたいな固めのガースみたいなもんですから、多分若干両面しないですそう、まあ、ほぼそんなもんですよこれ、ないですかじゃあこれ、まあ、これですね、1点与えられるということに非常に価値がある統率者がいて、うんうん、まあ、それがそう、あの囚われの黒幕オブニクシリス、 あのカードですね、その1点ちょうどを失わせないと力を発揮しないというなかなか難しい子なんですけど、うん、このカードは相手の手札を締め上げた上にさらに追加で自分のカードも増えてっていう、もうしかも各対戦相手に1点だから3枚追放、ただちょっとねオブニクシリスの書き方が悪くて、あれは失うたびになんで全員が一緒に失ってるんで、なんと1枚しか追放できません、いやちょっとそこ欲しい欲しい、ちょアンリコ、本当のアンリコにならなかった本物のアンリコじゃねえ、こいつあいつが本物じゃなかったオブニクシリスの方がダメだった、ダメだった、まあ、あと一応ねこれそのオブニクシリスで使うと強いよって言ったんだけど、うん、まあ、もうちょっと手軽に強いカードもあって、まあ、ターブリットとかはもう簡単に強くて、うん、あ確かに確かにね、ターグリットとかだと、まあ、各プレイヤーが1枚捨てるカード、相手が選ぶんですけど、全員が全員必ずインスタントソーサリーを捨ててくれるんだったら、それはもう選択肢がないんでありがたいことですし、うんうん、まあ、なんかくれるんだったら嬉しいよねっていう、うんうん、まあ、そう、まあアンリコですよ、ほぼ。本当だ。そうだね。ターグリットの方が。ターグリットの方がアンリコどころではないです。ターグリットやばいよ。すごい。え？でしかまねぐらいテンションですよ、多分。うん、もう、稲玉もついてます。すげえ、一番なのに。そう。いや、これ一番なのに書いてあるものたくさん書きすぎて、なんかおかしくなってきますよ。ね。そうだね。一応ね、これの介護官みたいなカードがあって、おっさんがふーってやってる感じ、同じだなんですけど、まあ、そっちもね、同じように判別できるからね、あのターグリットはそっちも強い、うんうん、ライフ死なないから、基本的にオブニクシリスはこっちの方が強い、はいはい、っていうね、こちら、なんと
今のうちかもしれないし、今のうちじゃないかもしれない。嘘と思いますけど。そうですか。お、やっぱ伊藤さんは今のうち、うん、プロの鑑定士。プロの今のうちはちょっとここでは発動できない。だってスタンダードの顧問じゃないですか。スタンダードですか。何年前にスタンダードで。いや、まあそうそう。いつのスタンダード持ってんだこのカード。4年前。4年前ですね。うん、懐かしいですね。19年。18年。18年。5年前です。5年前。5年前か。え、もう5年前の。何か。え、ちょ、5年前。それが一番怖い。俺がこの店入った時のカード。やばい、もう老害の話。もしかしてラブニカ。古すぎ古すぎ古すぎというわけですね、この、はい、30円で買えるお手軽アンリコ、はい、60万払うよりは、まあ、60万、まあ、試しにこれ使ってみて強かったらアンリコ買ってみてください、うん、ですね、悪意の噂でした、うん、はい、じゃあ続いて、大使私を動かすのも同じ1万のカードです、うん、こちらウィザードクラスですね、うん、あ、これあれだね、あのさ、パイオニアリディーチで使ったの、パイオニアリディーチで使って、まあ強かったなと思ったね、うん、まず1マナで、まあクラスっていうのはやっぱレベルアップがついてる能力で、うん、まず反動が上限がなくなるんで、うん、もうこれがもうすでに一番でかいです、うん、1マナで反動無限になるのが、やっぱ EDH で反動無限になれる能力、うん、未だによく使うのが4種類ぐらいかな、製品の塔と思考の器、あと杉ちゃん大好きの3マナのアンティファクトがある、デキャンターオブエンデルスウォーター、あれよく使わないだろ、買い物しやすく、買い物しやすく重いじゃないですか、うん、まあ、プラスこれでもすぐ簡単に無限、うん、でこれが他の、まあ、土地は当然土地の優秀、まあ、正義の影響が、まあ、いい ところがあるんだけど、まあ、あれ無色しか出ないじゃないですか、さまざまなマナベースに影響は及ぼすかもしれないし、あと反動普通にマイナス1、うん、でもこれはね、なんと3マナでレベル2になると2枚引きます、うん、余裕についてる、そう、別に合計で考えるとさ4マナ2ドローっすよ、うん、全然、うん、まあ、標準スペック、うん、標準スペックにして、うん、かなりいいなと思って、うん、で次のレベル3は、まあ、紹介しなくてもいいなと思います、ね、この間大活躍したじゃないですか、まあこの間本当に大活躍したかあれ勝ってないだろ、別に、まあ、あれ勝ってないだろ、ドーって乗せただけなんか5マナで、うん、カードを引くたびに自分のターゲットキッチャーに1カウント乗せます、うんうん、まあでも、うん、無限の突入で、うん、そう70枚とか引いたら、うん、そう無限になれる、うわー70個パワー70ぐらいになります、うん、とはいえとはチャンプされるんであんまりないです、でただしかしがすごくいいです、うん、何が一番いいというと、やっぱ青タンのジェネラルがすげえいいんですよ、うんうん、ドローの能力がいっぱいついてて、あと青茶タンのデッキとかが、うんうん、あのマナいっぱいの伸びてて、でこれが反動を無限にする同時に、あの余ったマナを2ドローに変えることができます、うんうん、さらにここからつながる可能性がでかくて、すごくいい一枚だなと思います、うん、まあ、なんとね、まあ、30円ぐらいのカードなので、先生どうですか。いや全然、だってスタン旧スタンダードな、厳しいな、なんか厳しいな、厳しいな、自分のカードに対してあれを旧スタンダードだ、いや、こんなんだって神話れよ、神話れよ、もう全然格が違います、でも我々のやつはやっぱコマンコマンはダメだし、まあ、別にいくらでもあるでしょ、怖すぎだろ、別に今のうちじゃないっぽい、うん、え、そういう企画これ今のうちカードになっちゃうんですよこれすごくいいですね、ラシミとかジョイラとかでもすごく、うん、まあそうね、てかさ、うん、逃走者さ、手札7枚上限とさ足りないことあるよね、結構ある、うん、そうなんかね、自分が1人魔王状態になっちゃった時にさ、うん、7枚の手札全然足りない時あって、うん、10枚20枚ちょっと抱えたい時、あのとあるスフィンクスとすげえ仲がいいですね、性別されたスフィンクス、素晴らしいカードです、はいはい、はい、というわけで今回バコンがこんな感じのカード紹介してきました、うん、よかったら皆さんも使ってみてください、で今回の動画が面白かったと思ってくれたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピーお疲れでした。ハレリアメディアの一徹でした。ハレリアの杉でした。ハレリア大臣でした。また次回バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。